なあ、はや、今度の文化祭何やる？文化祭なんて準備大変だし、やりたくねえよ。そんなこと言わずにさ、一緒に楽しもうぜ。みんなおはよう。さきかちゃん、文化祭とっても楽しみだね。だよね、わかるわかる。俺も文化祭すっごい楽しみにしてたんだよね。え、でもはやさっき、あ、バカ。え、あ、なんだよ、さきかちゃん。ねえ、なあ、ときか、ときか文化祭何するの？そうだな。ときかちゃん、文化祭。いらっしゃいませ、はやくんコーラどうぞ。ああ、はやくん、はやおじさまが迎えに来てくれないかな。はやくんのオムライスが美味しくなるおまじない。うわー、コーラありがとう。トキカちゃん、あ、今すぐ迎えに行くよ。トキカ姫、うわー、おまじないでオムライスが美味しくなった。しまった、このままだとトキカちゃんに嫌われる。このままじゃまずい、絶対にトキカちゃんをときめかせるぞ。あ、私あれがやりたい。もしかしてメイドカフェ？いや、メイドさん絶対似合うもんね。そうかな。もしかして演劇？いや、トキカちゃんの演技絶対可愛いだろうな。文化祭で盛り上がるって言ったらお化け屋敷だろう。そうなの、私お化け屋敷のお化けがやりたい。トキカちゃんのお化けだなんて。わあ、へへへ、それもそれで可愛い。よし、じゃあ早速準備するぞ。はやくんはお化け屋敷苦手？俺？本当はあんまり得意じゃないけど、ここでかっこいいところ見せないと。お化け屋敷なんて全然怖くないよ。うん、そっか。だから大丈夫、トキカちゃんは俺が守ってあげる。うわあ！はあ、いや、めっちゃびっくりしてやんの。隠れや。しまったー。トキカちゃんにかっこ悪い姿見られた。もう終わりだ。はやくんって意外と可愛いところあるんだね。実は俺、お化け屋敷とか苦手で。大丈夫、私に任せて。お化け屋敷大好きなんだ。お化け屋敷苦手でよかった。決まるな。お客さん呼び込まないと来ないぜ。ちょっとおもろいな、トキカ、それ。その顔、おもろかったらダメだよ。じゃあ下向いたままちょっとカメラに向かってパッて頭上げて。いいよ、超おもろいから。え、なんだろう。いや、可愛いだろ。いや、ちょっとでも怖いっちゃ怖いから、これ売りにしてもっと呼び込もうぜ。確かに、よし、タケヤ、トキカちゃんのために呼び込みをするぞ。オッケー。あ、来た。あ、お待ちください、お待ちください。お化け屋敷なんていかがですか。うちのお化け屋敷、なんとお化けがとっても可愛いんですよ。もうぜひ入ってきませんか。いや、お化け屋敷でしょ、可愛いならいいよ。ごめん、失敗しちゃった。あ、ちょ、お兄さん、お兄さん。なんだなんだ。お化け屋敷とか興味ないですか。お化け屋敷？うん。しかも、めちゃくちゃ怖いお化け屋敷がこの辺にあるんすよ。ほんとか？そう、それがね、ここなんすよ。見てください、この怖さ。確かに、ちょっと怖そうだな。マジで怖いです。女の子と来たら、めっちゃモテますよ。モテるのか。モテますね。じゃあ、行こう。行きましょう、こんだけ怖いんだから。やったお客さんを驚かしててすごい大変だったでしょ。いや、でも全然お客さんはあんま怖かったけどな。いや、そんなことないよ、本当にお疲れ様。いや、トキカちゃんすっごい頑張ってたし。そう、我慢。トキカちゃんが大好きな大好きな甘いものとか美味しいものちょっと俺買ってくるから。あー、甘いものと飲み物か。自分で選びたかったな。今ならまだ間に合うけど。あ、そうかな、うん、じゃあちょっと行ってこようかな。あ、たこ焼き。トキカちゃん、たこ焼き買ってきたよ。わあ、本物だ、美味しそう。フランクフルト。トキカちゃん、フランクフルト買ってきたよ。わあ、赤と黄色で綺麗。ドーナツ。
トキカちゃん、ドーナツ買ってきたよ。あー、向こう側が見える。リンゴ飴。トキカちゃん、リンゴ飴買ってきたよ。うわー、ちっちゃくてかわいい。いや、かき氷、いや、焼きそばもいいし、いや、でもやっぱドーナツ、いや、リンゴ飴も好きだろうし、もしかして、私のためにたくさん悩んでくれてるのかな。はやくん、トキカちゃん、私のためにたくさん選んでくれてありがとう。嬉しいよ。トキカちゃん、トキカちゃん、この後よかったらさ、一緒に文化祭回らない？いいよ。やったー。じゃあどこ行こうか。ねー、すげー。いや、もうちょい待ってね。すげー、うまそう。こんなやつはいなくねーよ。早く食わせてくれ。もうちょい待ってくれ。うわー、たまんねー。僕マジ。お待たせ。じゃね、ありがとう。サクよ。何やってるんだよ。何やってるって。焼きそば焼いてんだよ。ああ、焼きそば。じゃあ暑いから離れて。危ないよ。めっちゃ美味しそうなんだよこれ。うん。ほら。トキカ、その手の動きってもしかして焼きそば焼きてえのか？うん、焼きそば焼きたい。マジ？え、楽しいよ。やってみろよ。うん。じゃあ違う、ヘラが違う、逆だぜ、逆。こうか。そうそうそう、それでちょっと持ち方違う、こうの方がいいな。はい、そう、よし、あ、いい、いい感じ、いい感じ。すごい、焼きそば屋さんみたい。あ、うまいじゃん。うん、ありがとう。ああ、まさかトキカちゃんが焼きそば屋さんやりたいのなんて。またタクヤに持ってかれた。お、音楽ライブがやってる。みんな、文化祭楽しんでるかい？参加したやついないか？かっこいいところを見せるチャンスだ。よし、トキカちゃん、ダメだった。次、参加したやついねえか。お、じゃあ俺俺、よいしょ、俺だ俺俺。よし、じゃああれにしようかな。いろんなポケモンタイプはなんだろう。ラララララ、面白い。おたた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 、私ポケモンも大好きだけどポケルン TV も大好き。あと、すそうだ、トキカちゃんポケルン TV が好きって言ってた。ポケルン TV、 ポケルン TV、 きっとこの曲だ。よし、ドゥ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 、ちょっと貸し貸し貸し。おおわん、おー、俺はオンリーワン。なんだその歌、変なの。これじゃなかったか、失敗した。オーワン大好き。よかった、オーワン誰か知らないけど、ありがとう。いや、文化祭すごい楽しかったね。そうだな、うん、うん、あれ、あ、トキカ、なんか物足んねえの？あ、マジか、もしかしてじゃあ、焼きそばもっと食いたかったとか。あ、それかフランクフルトも食べ忘れたとか。 あとはなんかクッキーも売ってたけどクッキー買い忘れちゃったとか。え、誰かに言えば買ってきてくれっかな、まだ残ってっかな。もしかしてトキカちゃん、うん、歌も歌ってないとか。お化け屋敷大好きなんだ。タケ、タケ、なんだ。うん、トキカちゃん、ちょっと待ってて。あー、2人とも遅いな。うわー、びっくりした、トキカちゃん。うん。だってトキカちゃん、そういえばお化け屋敷大好きって言ってたし、もしかしたら驚かされたいのかなって思って。はやくん、気づいてくれてありがとう。とっても嬉しい。燃えててよかった。文化祭って最高だ。明日もやろう、トキカちゃん。明日はいいや、疲れちゃうし。そんなポケルン TV のイベントを開催するよ。詳しくはこの動画の概要欄をチェックしてね。みんなに会えるの楽しみにしてるよ。せーの、待ってるよ。ポケルン愛称じゃんけん、私たちと勝負だ。ポケモンを選んでね。草は水に強くて、炎は草に強い、水は炎に強いよ。せーの、君に決めた。ヒバニーだったのでメッソンを選んだ君の勝ち。みんな勝てたかな。